キチャンネル。ちょっ、さあ開幕1ヶ月チーム総チェックということで、今日はオリックス広島編をねお送りします。まずはねオリックスから行きましょう。今日ね5月1日現在、28試合消化、これはパリーグでね一番消化してて13勝14敗1分け、まあ借金1というところでねここまで推移してきてますけども、チーム打率がね2割3分7厘、こちらはパリーグ2位ね、で打点数も78でパリーグ2位、安打数も217でこちらもね、パリーグ2位ね、得点圏打率2割4分4厘、こちら低くてねパリーグ5位、フォアボールの数86個取っててこちらもパリーグ2位ね、で盗塁がねちょっと少なくて10個、これがねパリーグ5位で、盗塁阻止率も6割2分5厘とちょっとここねパリーグ最下位、ちょっと成功率がね、悪いっていうところでね、でしかし代打成功率がね3割1分6厘と途中から行く選手たちがね非常に頑張ってて、でエラーの数も13個とね、セリーグで、3番目に、っていうところで、まあここね一番少ないのが西武の10、そして一番多いのが日本ハムとロッテの14なんで、まあどのチームもね結構僅差かなっていうところで、まあ打撃成績に出てもそんな特質してね何かが悪いかなっていうところもないよね。で逆に、投手陣、チーム防御率が現在 2.49、こちらはパリーグ2位で、先発防御率が 2.53、こちらがパリーグ4位で、リリーフが防御率が 2.44 でこちらがパリーグ2位ね、被安打がね191とこちらはパリーグ、3位とね、まああまり打たれてない。で本塁打8本はね西武の7本に続いて、パリーグ2番目に打たれてないっていうね。しかしフォアボールの数87個は、パリーグで一番出してるっていうところで、でデッドボールも10個だから四死球97はパリーグで一番ね、出してると、そして、被打率が2割1分3厘というところで、こちらね、ソフトバンクに次いで打たれてない。でクオリティスタート率は 50% で、援護率が 3.14 と、こちらパリーグ2位っていうね、ところで、まあ全体チーム全体の数字見ててもそんな悪くないよね、むしろいい方なんじゃないのかなっていうところで、じゃあなぜ今借金1でこういう、現状になってきてるのかっていうとですね、まあ、やっぱりまずね先発投手陣で言えばエピスノーザね、まあ、新戦力で頑張ってるっていうところもあるし、まあ、宮城もね防御率 1.41 2勝3敗、まあ、昨日のね佐々木朗希に投げ負けて、まあ、抑えてるけどね勝てないっていうところがね、まあ、ここどこまで伸ばしきれるかっていうところと、まあ、東がね1勝1敗防御率 0.47 ね、そして田島がね2勝1敗 3.50 ね、でカスティーヨが1勝2敗 3.86 と、まあまあここら辺ねまあまあいい形は来てんじゃないのかっていうところで、やっぱり一番のこの問題ってはね山下俊平太、3試合投げて0勝2敗防御率 6.43 は誰しもが想像してなかったっていうね。で2軍降格して 2,3 日前にあの2軍で投げてね、そちらでは6者連続三振戻って、まあいい形でねピッチングもできてるしっていうことを考えても、こう中川俊平太がここでね 2,3 勝しとけばね、この3勝1敗ぐらいで来とけば、今貯金だったっていうことを考えると、まあ我慢だね。我慢で行くしかないっていうね。で、リリーフはね、非常に、先ほども言ったようにね、パリーグの中でもいい形で来てるしね、これからどこまでさらに伸ばしていきてるかっていうところがね、課題になってくるのかなっていうね。で、まあソタでもね、この前もいいピッチングしましたけど、1勝1敗、防御率 2.57。だからもう俊平太だね、ここのね、復活をオリックスとしては待つしかないかなと。で攻撃陣の方についてはやっぱりねこのね森、頓宮、西川、ここが一番ねちょっと思惑と違ったかなと。今現状森がね打率1割9分8厘ホームラン0本、頓宮がね、まあ、最初ちょっとね厳しかったけど徐々に上がってきてるとはいえまだ2割2分7厘っていうね、ホームラン3本打点12ね、そして西川がね2割1分4厘ホームラン1本打点5、この3人がねちょっと予想よりねロースターターだったなっていうね、この5月に入ってどこまで上げていけるかっていうところがねこのオリックスに向けてはポイントかなと。まあオリックスね毎年そうだけど、この中盤からギューってチーム力上がっていくからね、
そういったところではこの中島監督もねコメント出して言ってたけども、まあ、今は我慢我慢って忍耐力でねこの我慢して我慢してね行くしかないかなと。まあその中でね打撃陣で言えばセデーのねホームラン5本打点15 2割9分6厘とねいい形になってるし、あとねちょっと怪我して長引きそうやっていう声が出たんでね本当に残念だけども、福田周平ね3割4分8厘でね非常にいいねバッティングしてて、まあ中川がね怪我で離脱しててハムストリングかな、そこをねもう本当あまり余るぐらいのね活躍してていい形だったけど、この怪我は痛いよね。でも先ほど中川もね今2軍で試合出てるから、まあ、こうコンディションも整えばねもうちょっとした上がってくるのかなっていうねところもあるしね、まあそこら辺かな、なかなかね、まあ、若月も2割6分1厘で打撃もね、頑張ってるし、宗2割4分よりもうちょっと上げたいかなっていうところもあるし、紅林も2割4分なのに、まあ、もうちょっと上げたいかなっていうところもあるけども、まあ、このね開幕ダッシュの中ではまあまあこんな感じでスタートかっていうねところはあるけどもね、やっぱ森西川ね特にこの2人だね、頓宮はちょっと上がってきたっていうのもあるけどもね、そこ上げていきたい。あとは山下俊平太のね復活っていうところとね、まあ、長が上がってくるからねこの福田のカバーをねしていきたいっていうところがポイントだから、まあ、我慢我慢だね。まあ特質でなんかがね本当に悪いっていうことはないけども、こう我慢してねここで我慢してガッと上がっていくためにはね勝負のね開幕だったかなっていうね、ところはあります。まあオリックスらしいといえばらしいねこのスタートになったけども、ここからね中盤から終盤に向けて上げていくね形は見せてくれるのかどうかがね今後のポイントかなと思います。続いて広島カープというところでね、開幕し1ヶ月ね5月1日現在、今現状、4位、24試合消化でこれはセリーグでね一番少ない、10勝11敗3引き分けで借金1で4位っていうねところで、まあ、セリーグはね全体的にも、首位と今が 3.5 ゲーム差だから、まあ、そんなめちゃくちゃ空いてるわけじゃないからねどこもまあちょっとずつね僅差で連勝連敗で大きく順位はね変わるかなっていうところはあるけども、カープはね打率2割3分2厘、こちらはセリーグ4位、打点自体が66、これセリーグね中日と次いでセリーグ5位で、ホームラン10本もセリーグ5位ね、でヒット数ね安打数182でここセリーグ最下位、唯一の100本台、他のチームね全チーム200本を超えてるんだけども全、180台っていうところでちょっと安打数自体も、打ててない。で得点圏打率は2割5分2厘と、こちらセリーグ2位でめちゃくちゃ高いんだけども、なんて言っても得点圏打数チャンスでの打数が159とダントツに少ない。でその次がね阪神も198だから出すあの得点圏打数少ないんだけども、それでも5位の阪神に40違うからね、そういったところでは打ってんのにね打ってんのにっていうところは、この元々のチャンスすら少ないっていうところがちょっとねポイントなのかなっていうね。でフォアボールの数が55とこちらセリーグ5位だからフォアボール少ない。1位の阪神が99だから44個、ほぼね倍弱違うからね。盗塁の起投数は27と一番多いんだけども、盗塁成功率が4割4分4厘と5割以下はちょっと少なすぎる。まあもちろんギャンブルでねアウトになってもいいから走れっていうのはあったとしても、こう5割以下はねさすがに低すぎるかなと。で代打成功率は2割5分5厘とセリーグ2で、エラーの数も6個とこれセリーグ最小っていうところではね、守備面ではしっかりできてて、途中から行く選手たちもしっかりできてるけども、まあなんて言ってもやっぱ攻撃のねトータルスタッツで見るとやっぱ全体的にチャンスが少ないっていうことと、やっぱ打ててないよね。まあここがねやっぱり両外国人選手がいなくなったっていうのもちょっとした影響あるのかなっていうね。でピッチャーで見るとね防御率 2.60 こちらね、セリーグ3位で、先発防御率 2.74 もセリーグ3位で、救援防御率が 2.35 こちらセリーグ2位という形で、まあ、ピッチャー陣はねそこそこ頑張れきれてるのかなっていうところでね、被安打数もね193とね、セリーグで2番目に、打たれてないし、でもホームラン被本塁打14多いな、これセリーグ1位、まあ、ヤクルト DeNA にね継いでっていうところはあるけどもね、ちょっと多いかなと。被打率が2割3分6厘こちらセリーグ3位で、クオリティスタート率 58.33% はセリーグ3位で、援護点が 2.98、こちらセリーグ、4位ねっていうことを考えて、まあ今の順位、今のチームの、借金1打線やな完全問題点はね、まあその中でね、あとはなんかね大敗多い気がするね、ドン負けしましたみたいなね
ところが、あとは接戦をね、どんだけ勝てるかなっていうところで、4月5、6、7のね、最初のドラゴンズ戦、3試合連続完封負け、で、その後の阪神も負けたから4試合連続完封負けか、ここ。ここ言いたかったね。ここら辺のなんか接戦ものにできずっていうところは、まあ、開幕ね、1ヶ月だけで見るとね、大きかったかなと。まあ、その中でね、まあ、打線で言うと、ね、シャイナー、そして、まあ、いたからってどうなんやもんであるけどね、オープン戦で打ってなかったから。このシャイナー、レイノルズ、この二人がいないのもね、ちょっと誤算なのかなっていうね、ところはありますね。まあ、あとは坂倉の1割7分クリーン、ファーストとかを守ってるけどね、最近ね。でもここまで打ってないのも、ここからちょっと上げていかなきゃいけないなっていうところもあるし、菊池の2割1分8厘もね、ちょっと寂しいしね。まあ、あと野間がね、3割4厘。あと最近、宇草がね、3本ホームラン打ったりして、台頭してきてるっていうところもあるけどね。まあ、開幕投手で言うとね、田村ね、これ1割9分7厘。この田村のね、この成績っていうのも多くの皆さんはね、予想外だったんじゃないのかなっていうね。ここがやっぱり2軍と1軍のね、壁の厚さっていうところはね、あるのかなとね。で、投手陣で見るとね、まあ、森下とかね、いい形でしてるけど、クリがね、防御率 3.21、そこそこ頑張ってるけど、まだ1勝もできてないっていうところもね、この打線の援護の問題もあるのかなと。で、大瀬良がね、3試合投げて1勝もしてない。で、防御率 1.56、ここら辺もね、まあ、打線の援護をね。で、森下が 1.86 で3試合で2勝をね。で、黒原もね、7試合投げて2敗だけども 1.46 で防御率もね、しっかり抑えてる。で、床田もね、2勝2敗 1.54 っていうね。やっぱりリーフはね、堀江も11試合投げていいしね、島内もね、まあ、ちょっと打たれたっていうのもあるけども、2勝1敗 2.92 でね、いいしね。で、アドアがね、先発になってから2勝。こちらはね、非常にいい形かなっていうね。で、今年は栗林もね、これまあ打たれたけども、防御率 0.8 度で、8-2、いい形でもできてるし、まあ、増田もね、ちょっと2試合連続ちょっと打ち込まれてるからね、防御率一気に 6.48 と悪くなってるけども、まあ、10試合投げてね、最初の方は非常にね、いい感じでね、サイドスローにもなってよかったなっていうところはあるけども、このね、27日の中日戦、30日の阪神戦、これ どちらもね、3失点してて、まあ、ここでね、一気に防御率が悪くなったっていうところもあるけども、だからまあここしっかりね、立ち直してもらいたいっていうね。あんまり防御率ね、まだ始まったばっかりだから断らないでっていうね。で、森浦もいい形で抑えてるしっていうね、とこ考えると、もう打線だね、どうにかするしかないけどもね。坂倉が上がってきてほしい、まあ、菊池も2割5分ぐらい打ってほしいし、田村どうしたっていうところもあるし、まあ、外国人ね、どうする外国人選手っていうところもあるけどもね、まあ、ここで見るのが、俺がキャンプで見たね、ラミレスいいかなと思ったけどね、2軍と成績ではまだホームラン1本も打ってない、まだ荒削りかっていうね、ところもあるけどもね、ちょ打線だね、全体的に。まあ、だからね、このなかなか1本出ないから走ったりしながらね、かき乱していこうっていうところもあるけども、盗塁成功率やっぱり4割4分4厘はね、低すぎると思うんだよね、キト数多いとしてもね。だからここら辺はもうちょっとね、何でも何でも走るっていうのはね、逆にチャンス潰してるところもあるから、そこら辺はね、もうちょっと考えてね、あとカウント考えたりね、相手の球種ね、読んだりね、しながら、まあ、トライしてもらいたいなっていうね、ところはあるし、そこら辺が課題かな。あとはもう打ち待ちかな。なかなか厳しいよね、ここら辺ね。あと投手力いいんでね、もうちょっと援護できればね、勝てるチャンスもね、出てくると思うから、そこはね、我慢して我慢して、あと無謀なことはね、あんまり無謀なことはやりすぎないっていうところもね、チャレンジするのも大事だけどね、暴走と構想は紙一重っていうところもあるけども、そこら辺もね、しっかりやって、なんとかね、リリーフ勝負に持ち込んでいって、リリーフ勝負に持ち込んでいって、逃げ切り勝ちっていうところをね、やっていきたいかなとね。打線やな、なんとかして点を取ることを考えていかなきゃいけないし、まあ、開幕して1ヶ月だからね、ここから5月になってくるから、その打線のね、復調待ちで上にも行くし下にも行きますよっていうようなね、今チーム状況に見えるかな。まあそんなところです。ということでね、開幕して1ヶ月ね、両チームの総軸やってきましたけども、ファンの皆さんね、どうですか、もっと何かありますか。